こんにちは。今日はファミリーマート、セブンイレブン、ローソンに行ってきました。今回買ってきた商品はこちらです。じゃん、全部で7個買ってきました。それでは食べていきます。いただきます。まずはじめにファミリーマート桜餅ぜんざいを食べます。美味しすぎる。まずね、口に入れた瞬間にふわーっと桜餅のいい香りが広がります。でね、このお餅がもち米の粒感もしっかり残っていて本当に美味しいです。粒あんはホクホクとしっとりとした感じでちょうどいい甘さです。でね、口どけのいいホイップとよく合います。桜の葉が入ってるみたいなんですけど、私食べちゃったのかな。心地いい塩気と甘さのバランス、もうね全部が完璧、美味しすぎる。食べてほしい。ファミリーマート最後、アールグレー香る紅茶のシフォンサンドを食べます。あー、もうね紅茶のいい香りがします。美味しい。口の中いっぱいにアールグレーのいい香りが広がります。生地はねふわふか食感ですね。美味しい。ホイップたっぷり入ってるんですけど、ほろ苦いキャラメルがいいアクセントになってます。でね、最初気づかなかったカスタードもちゃんと感じます。ほんとアールグレーのいい香り、今もね紅茶の香りが鼻に残って、なんて優雅な気分。次はセブンイレブン抹茶もこう食べます。中割るとこんな感じです。少し塩気の効いたもちっとした生地は美味しいし、むしゅっとトロンとしたクリームも美味しいんですけど、私は前発売された濃い抹茶もこの方が好きですかね。これもねしっかり抹茶の味はするんですけど、あとは好みですかね。かなり濃い緑だったので、もっと抹茶の苦味とかを感じられるのかなと思ったから余計そう感じちゃったのかも。美味しいけどもっと美味しいの知ってるみたいな感覚になりました。セブンイレブン最後、大橋みたらし団子と北海道産小豆塩よもぎ団子を食べます。まずはみたらしから食べます。みたらしたっぷり入っててトロトロです。我日本人でよかったがり。このみたらし餡最高です。香ばしいし、より醤油を感じられる味ですね。でね、お団子ももちっとして柔らかいんですけど、歯切れがよくってね、口の中に入れてて気持ちいい感じ。歯にくっつかないタイプだ。まさに大好きな甘じょっぱです。次はよもぎ食べます。まずね、あんこが美味しいです。小豆の粒感もいいし、甘さも程よくちょうどいいです。みたらしを食べた後だと甘さ控えめって感じます。粒あんの存在感の方が大きいんですけど、しっかりよもぎの香りも感じることができます。お団子も程よい弾力で歯切れがいいです。この2つはね、ちょっと甘いもの食べたい時におすすめです。次はローソン八天堂監修カスタードいちごサンドを食べます。美味しい。カスタードクリームがトロトロで滑らかです。そこにフレッシュないちごの酸味が加わってもう絶妙です。パンはふわふわで持つと潰れちゃうくらい柔らかいです。クリームね、濃厚でミルキーで優しい甘さですね。いちごも加わってるから余計かもしれないんですけど、全然くどくなくてペロッと食べれます。このカスタードかなり緩いので、食べるときに横から出ないように注意してください。八天堂のコラボ商品、大福とロールケーキも食べたんですけど、サンドイッチが一番美味しい。ローソン最後、ティラミス仕立てのクリームパンケーキを食べます。美味しい。でもココアパウダーで口の周りがえらいこっちゃになりますね。生地はね薄めなんだけど、3層だし、もっちりしっとりしてるし食べ応えがあります。でね、ココア感は強いんですけど、下のコーヒーソースが甘苦くてしっかりティラミス感を感じます。マスカルポーネの味はそこまで強くないと思うんですけど、しっかり濃厚さがプラスされてる感じ、美味しい。マスカルポーネのクリーム2つあって、上がホイップなのかな。やっぱりね、下のコーヒーソースがいい仕事してます。これ一つですごい満足感、美味しい。ごちそうさまでした。コンビニスイーツどれも美味しかったです。ファミリーマートとローソンが激アツかなって思いました。特に桜餅のは本当に美味しかったので、ぜひお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さよなら。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。カップヌードルマーラーシュリーマラジ、美味しい。本当に君はカップヌードル買ってくらいしっかり辛いし、しびれます。でもちゃんと謎肉入ってる。うん、北極とかカラカラのほどは辛くないので、まさにしびうまです。すごい好きなタイプ、美味しい。